今回戦う恐竜の登場だ。どの恐竜が戦いに勝ち残るか予想してみよう。まずはそれぞれの恐竜について特徴を詳しく見ていこう。エントリーナンバー1、アロサウルスは時速 60km で走る足の速い肉食恐竜だ。スピーディーに相手をかわしながら大きな口で噛みつく。エントリーナンバー2、アンキロサウルスは背中に鎧のような皮膚、尻尾に硬いハンマーを持つ草食恐竜だ。尻尾のハンマーを武器に大型恐竜もやっつけるぞ。エントリーナンバー3、プテラノドンは人気の翼竜だ。恐竜たちの手が届かない空から次々攻撃を繰り出すぞ。エントリーナンバー4、テリジノサウルスは爪が30センチもある巨大草食恐竜だ。2本の足で立ち、華麗なステップを踏みながら戦う強い恐竜だ。どの恐竜が戦いに勝つか予想できたかな。試合開始まであと5秒だ。それでは試合を見てみよう。 Ready Fight。 Thank you.
テリジノサウルスの勝ちだ。戦う恐竜の動画を最後まで見てくれてありがとう。はぐくみアニメーションでは戦う恐竜の動画を日曜日から金曜日までの夕方5時50分に投稿しています。概要欄に過去に公開した恐竜の戦う動画のリンクを貼っているのでぜひ見てください。そして毎週土曜日朝8時に恐竜バトルの総集編が公開されるよう、動画の配信を見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。また見てね。